今日の県内は高気圧に覆われ、最高気温がすでに20度を超えたところもあり、5月中旬並みの暖かさとなっています。おととい、桜の開花が発表された新潟市。安らぎ亭の桜も少しずつ花が開いてきました。午前11時までの最高気温は 22.5 度と5月中旬並みの暖かさとなっています。急に暑くなったんでヒートテック着てきて暑いなと思って汗だらけになった。気象台によりますと各地の最高気温は津川で24度、長岡と湯沢で23度などと予想されています。一方、前線が北上する影響で今日夜遅くは雨が降るところがありそうです。明日の最高気温は新潟で10度などと予想されていて、体調管理に注意が必要です。